てやるぜ、本気の俺を。何はなくとも男はデュエル。さあ、やろうぜ。D ゲイザーセット、デュエルターゲットロックオン。デュエル、まずは軽いジャブでアプローチだ。俺のターン。バーニングナックラーヘッドギア召喚に成功した。ヘッドギアの効果発動、ターンエンド。さあ何してる、来いよ。よし、俺のターンだな。ドロー、手札から魔法カード発動。まずまずのパンチだな。俺はモンスターを召喚、バトルだ。いけ、モンスターで攻撃、カウンターブローの効果発動。俺はこれでターンエンド。行くぜ、俺のターン。ドロー、バーニングナックラースパー、バーニングナックラーグラスジョー、オーバーレイネットワークを構築、エクシーズ召喚。現れろ、ナンバーズ105、バーニングナックラー流星のセスタス。俺はこれでターンエンドだ。よし、俺のターンだな。ドロー、モンスターを伏せる。俺はこれでターンエンド。まずは軽いジャブでアプローチだ。俺のターン。ドロー、魔法カード発動、バーニングナックルスピリッツ、バーニングナックラースイッチヒッター、バーニングナックラーベイル、モンスターをエクシーズ召喚。現れろ、ナンバーズ79、バーニングナックラー神聖のカイザー。神聖のカイザーの効果発動、バトル流星のセスタスの攻撃、スターダストインパクト。今だ、モンスター効果発動、打ち砕け、ダイレクトアタック。どうした、これで楽しいデュエルはしまいかよ。ターンエンドだ。どうすりゃいいんだよ、俺のターン。ドロー、モンスターをセット。しくしょう、ターンエンド。そろそろとどめを刺させてもらうぜ。俺のターン。ドロー、手札から魔法カード発動、闇を飲み込む混沌を光をもって貫くがよい、カオスエクシーズチェンジ。現れろ、カオスナンバーズ105。バーニングナックラー水星のカエスト。カオスオーバーレイユニットを一つ使い、水星のカエストスの効果発動、神聖のカイザーの効果発動。行くぜ、バトルだ。打ち砕け、ダイレクトアタック。あ、あれ、俺何してたんだっけ。そうだ、俺が求めていたのはこんなデュエルなんだ。